カンナチューハイヤーのタクシーカンナチューハイヤー横浜のタクシーカンナチューハイヤーはかつて神奈川県の県央地区を中心に横浜市や東京都町田市でタクシー事業や車両運行管理業を行っていた小田急グループカンナチューグループの企業である2019年7月親会社であるカンナチュータクシーホールディングスに吸収合併され消滅した 2019年の時点で436両の車両を保有していた。2003年4月より内外装にハローキティをあしらったキティタクシーを運行していたが2008年1月末をもって終了した。小田急ポイントサービス加盟店。クレジットカード使用化。2005年8月4日からは日本国内初となるお財布形態でのタクシー決済サービスを開始した。 相模中央交通は同じカンナ中グループに属するが、もともとは全くの別会社である。県央地区で同じ小田急グループの小田急交通、相模中央交通と営業範囲が重なっており、競合関係にあったが2009年9月に相模中央交通と経営統合することとなり、中間持ち株会社であるカンナ中タクシーホールディングスが設立された。ありがとうございます。